試合中に脱いだりとか下品なことをさせたくないから討伐したいわけじゃない。そっちだったか。君まで脱いだら意味ないよ。脱ぐ人増えちゃってんだからさ。すいません、ちょっとあの討伐の意味履き違えてました。僕勝たせなきゃいいと思ってました。もう分かってくれた。あー、はい、これで分かりました。分かってくれた、本当に。はい、分かりました。じゃあ次こそは、はい、次こそはフェロモンズ討伐してよ。お願いしますよ。分かりました。フェロモンズ討伐、実に奥が深いですね。フェロモンズ討伐、面白い、実に面白い。